2022ジャパンリージョナルファイナルトップ16プール B 第3試合、竹林 VS 松葉。やはり先ほど勝ち上がったメインキャラクターを使っていきます。ステージはラストデイオンアース、ニーガンステージ、狭めのステージですね、はい、さあ壁の展開、このキャラクターのピックはどうでしょう。もうどちらもメインキャラ同士をぶつけたいだけですかね。やはりその有利不利ではなく使い慣れたキャラクターで相手をというところですかね。それでもまずは変使ったりいろいろな試し方もね、バージョン5になってから、はい、ありましたありました、うん、能力調整して若干パワーが落ちたジュリアでもやはり大事な時にはジュリアで行くんですね、うん。さあ投げを通していきます。マットアックス両パン投げです。前これはそのギースも、うん、パワーで言うと少し落ちた感じがあるので、お互いパワーダウンした者同士というところで、はい、相対的にどうなってるかっていうのは松の中であるかもしれません。うーん、さあゲージを1つ持った状態のチクリのギース、ここで互いゲージになっている。果敢に投手本の計算から動いている。あーっとジャブ早打ち、まずはチクリン。あのジャブも波のジャブだったら潜られてそうですからね。あーそうですね、尻尾の一発目の姿勢の低さに潜られてそうですけど、さすがギースのジャブ、はい、ギースのジャブ判定がちょっと強いというか厚い感じになってるんですよね。強いですよ、あのギースのジャブはゲーム中で有数の強さで、うん、壁コンのちっちゃい女のキャラクターですね、はい、女性の、はい、ジャブが刻めたりするんですね、うん、何回かそれだけの判定の強さを持ってますね。さあここは小日輪山からローエンドでそのまま KO。 竹林がかなりやはり乗ってますね、強いね。ただ松葉も攻めた結果負けてることもあるので、はい、動きが硬い。おっとこれあっといい飛び通しましたけど、そうですね、今飛び込みうと喝殺蹴りの有利フレームを狙っていたのは竹林。これはですねその、はい、ジュリア の、 あの姿勢の低さ、あーなるほど、あれが逆に飛び越されやすい一因なんですよ。あーなるほど、横文字で言うとその姿勢の低さとか下への反転の低さが、はい、高いところの打点へとのトレードオフみたいな感じになってるんでるジュリアは逆に上から飛び越されやすいんですよ。なるほどなるほど。さあっとガードしている。まずは竹林が勢いの乗った松葉を3立てで1試合目先制です。ピンポイントの狙い素晴らしかったですね、うん、ちょうど尻尾や腰心連中を打ちたくなる、うん、ところで飛んでおいて見事に飛び刺しました、ね、はい、そうですね、あれはもうジュリアとやり慣れてるな、ジュリアここら辺で突進していきたいだろうなってことがもう分かってるんでしょうね。そんなイメージですよね。その松葉がというかやっぱジュリアがこの辺りでこういう技を打ってきそうだなっていう、はい、そのピンポイントの読みがかなり生きてきてましたね。そこで普段あんまり打たない陣中とかをですね、はい、ランチとかミキオとかは打ってたりするので、うんうんうん、そういったこの読み合いの中の繰り返しっていうのはあると思います、はい、ただここはピンポイントでもう誘われたかのように尻尾打っちゃってましたね。うん、そうですね、はい、そうですね。いやまずはチクリの思惑通りという試合展開でしたけど、ただ松葉もねここまで勝ち上がってきたプレイヤーですから、まだタイミングを変えたりなどの引き出しの多さも、はい、あると思いますが、そこも注目していきたいと思います。2試合目が間もなく始まります。まずは積極性は高いですからね、自分から試合を作っていって、はい、うん、まあ、ただ今の試合を受けてその先ほど言ったフェンウェイが出てくる可能性もねゼロではないというところです、はい、さあキャラクターかステージか、あステージを選んできました。ジュリアでいきますね、はい、スタンダードなステージを選んでいますこの辺りは検討の結果でしょう。その、うん、一番最初のターンにも言いましたけども、はい、己の連動と、うん、を信じるのか、うん、若干有利なキャラクターの被せを信じるのかで検討した結果も魂のキャラクター魂のもう連動を信じてと。そう、まあ、でもここまでのレベルになるとやはりそうですよね、その闇雲に強い有利だと思われているプレイキャラクターを被せるよりかはアドリブ力などがかなり試されている。そうですね、はい、緊急戦ハイキックカウンター。結局は連動っていうのはもう太郎も言ってくれてましたけど、うん、その通りだなと。あっとこれは最後は最後に一撃入っていない。危険ですよこのレイジ。そうですね、あ体力減らしちゃうと余計危険ですね。これ浮かされると本当あわやというシーンになる。そうですね、デッドリーレイブがあれば。あしかしローエンド当たってないが緊張がある。今のジャンプも削りの腰心中とか尻尾レンチを狙ってるんですよ、はいはい、あれをもし仮に松葉がさっきと同じようなタイミングで打っていたらもう危うかったかもしれない。危なかったかもしれないですね、あわやという、はい、し
かし松葉も同じ技は二度足らないようにタイミングをずらしてきました。しかしここで真空投げ、両パ投げ通している。さばけ、コンボ刻みます、運ぶ。壁には到達していませんが、かなりラインが押し上がっています。ちゃんと拾う動き、これは対策じゃないですか。上段攻撃で置き技兼ジャンプにも対策かかる。今の上手かったですね、素晴らしい。ただこれ、壁近い、そうだ、超日に、あ、ちょっと近づき、壁位置が難しかった。互いで自信空投げ当たればというところ。今のジャンプもね、これまでのバージョンだったら、はい、受け身方向が不思議なことになってたかもしれませんけど、なるほどなるほど、今のはちゃんと振り向いてましたね。なるほど、そっか、はい、壁の、そうですね、壁にヒットした時の受け身だけ変わったんですもんね、今回のバージョン 5.01。 チクリンがなんか不思議な前ジャンプして、なんかちょっとごちゃごちゃになったんですけど、でもなんかちゃんと向き直してましたね。そうですね、はい、さあ2試合目、しかし先ほどとは打って変わって松葉が先にリーチをかけています。チクリンにまだラウンドはない、今のは東証ゾーンを匂わすでしたね。なるほど、東証ゾーン、あっとここ来た、ここで東証ゾーン、はい、東証ゾーン下段の攻撃を当てると技が効きます。下段の攻撃がヒットするところだけを東証ゾーン、はい、通称呼んでおります我々。いや、しかしまずは取り返しましたね。取り返しましたね、素晴らしい動きでした。東証の対となった選択肢が、はい、オールバウンドにならなくなったというあたりはまあご愛嬌です、ね、うんうんうん、あれも距離によっては壁強を狙いますし、はい、でもあれをヒットさせて壁から釣り落ちた瞬間が東証ゾーンになるっていうのはなんとなく知ってたかもしれないですよね。あれは狙ってたんだと思います、はい、いやー、しかしこれで1対1となりました。松葉対竹林、ここでおそらく竹林はステージを選びそうかなと思うんですが、どうでしょう、やっぱ壁のイメージがあんまり良くないですかね。今結構壁際でやられてしまったので、無限ステージイースも壁強いですからね。もう武器を取るのか防御を取るのか注目であります。最初の勝ち方としては、はい、この、あれですよね、松葉に攻めさせて、はい、竹林が対応して勝つのは竹林の得意なパターンです。はい、今回は逆にその切り返したところの下段等を松葉に裁かれて、切り返しを切り返されて負けたと、なるほどなるほど、いう形ですね。ちょっと読み合いが回ってきそうな感じ。そうですね、そしてステージは無限ステージを選んでいます。まあ、ゲージさえあればこの無限ステージでも無類の火力を誇っています、はい、ギーサード。勝てば2勝、トップ8に大きく前進です。波乱の鉄拳ワールドツアー2022ジャパンリージョナルファイナルズトップ16プール B、 現在は松葉対リージョンスクリーン。さあここカウンター、草なびき蹴りカウンターからまだゲージがないんですが大きなダメージになっている。半分、このままゲージを使わないままラウンド取れるとかなりありがたいですね、はい、そうですね、チクリン側としてはやはり嬉しいですよね。草なびき、ダイヤシを打っていきます。松葉のジュリアちゃん体力は0時お手前、ダブル烈風拳を置いている。これを避けてから突進、今スカカクになるかちょっと自信がなかったので連攻までなさなかったですね。ダブル烈風拳、おっと素晴らしい反撃を返しています。しかし時間が少なく、あっと間に合ってない、出し切り。ここはしっかりと待ってから小爆連発機を返していく。しっかり高層選球隊の、はい、距離が離れるところが明暗を分けてますよね。そうですね、やはりこのバージョンの調整というところが響いてきているか。この草なびき蹴りとかですね、はい、こういうのをガードするかさばくかっていうところが結構大きかったので、うん、さあここでローエンドが来ます。ローエンドを持ってるだけ強いですよね。まあ、相手に近づきやすいですね。一つ一瞬でダメージも高いし突進力があるし、発生も早いんですよね。なるほどなるほど、さあ投げとして、さあ松葉がこれでいい状態、マッドアクス、これもでかいぞ、通しているおっとこれは強気に打ってきました。若干ね、マッドアックスゴッドは東証ゾーンにもなるので、はい、そこも匂わせてっていうのがありますよ。チクリンもそれを感じて逃げるために移動したのが当たとなって当たったと、ね、はい、起き上がってすぐバックラッシュって難しいですし、うんうんうん、さあここから松葉が流れを取り戻すことができたか、東証になってましたね、はい、果敢にやはり東証狙ってきますね松葉。
さあプレッシャーかけるのチクリン近づいてきます。打撃の応酬出そうとしてコバクレンパンスからゲージが2つになりました。この2本はまず1本使ってくるんじゃないですか。そうですね、今1本使い右パンに仕込んでましたもんね。うん、さあどこで来るか。うわ来た、2発目稲妻切れ金破り。さあこれどうするのか。さあ松葉はレイジからローエンド、やはりうん、しかしゲルナニット、これで分からないぞ。日本スクエットだ使ってきましたね。なるほど、アジャク突きかけでは KO できないのでそのまま技を入れ込んでそのまま KO に繋いでます。ここでチクリンがリーチ、やはり強い TWT2019 2019年の覇者、ね、今見越してましたね、連続ヒット。はい、素晴らしい打ち方。武器に対してしっかりとスカシ確定を狙っていくのは松葉、2発目がちょっと怖くて打てなかったんですが、接近戦近距離戦に挑んできます。カウンターしてましたよ。いやしかしかなりアグレッシブに仕掛けてるのは竹林側ですね。そうですね、意外と受け流すのかと思いきや割と入ってくる。あーこれはわざとわざと使わない、わざと、はい、によってここで使うグラッシブレゲリ風景グラローエンドを狙った。これね竹林結構使うんですよ。なるほど、さあ勝ったのは T チョイ竹林。最後はそのゲージの使い方がまさにね芸術的の使い方でしたけども翻弄されていました松葉。またペコスの技術とは違ったところで使うんですよね。今回はそのダヤシヒットから有利を生かしてというようなところも使い方もしてますし、はい、耐えて耐えて切り返しに使うっていうよりは、うんうんうん、攻めを継続する一環で使ってますね。そうですよね、武器